大宮アルディージョの川面きなりです。今日はスクール生からいただいた質問に答えます。まずはステラタ運行4年生の島口香音くんからの質問です。小学生の頃に憧れていた選手はいますか？誰ですか？小学生の頃は、まあ、順番交代でキーパーもやってたりしてたんで、で、その頃に好きだったチームがレアル・マドリードで、で、同じ左利きのキーパーっていうところで、カシージャス選手、わかるかなっていう、まあそうですね、その選手に憧れてましたね。タウン校に通っている5年生の大藤健吾君からの質問です。川澤選手のペナルティエリア外からの鋭いシュートや、正確なロングキックがすごくかっこいいなと思って憧れています。今、僕はキックの練習をしているのですが、うまくボールを遠くに飛ばすことができません。どうやって蹴ったら、川澤選手のように正確に遠くに飛ぶロングキックを蹴ることができるのか、練習のやり方を教えてください。まあ、遠くに飛ばすのは、多分体が大きくなってきたら、パワーもついてくるんで、まあ、自然とそれはできるかなっていうので、まあ、あとは僕は、狙ったところに蹴れるようになりたいっていうので、まあ、的なんかを作って、そこにひたすらボールを蹴ってたかな、ちっちゃい頃は。それぐらいですかね。カノン君、ケンゴ君、質問ありがとうございました。スタジアムや練習場で会えることを楽しみにしています。